違うっすね。はい、マジックルビー号始まるよ。おはようみんな。今日2人しかいない。で、あのさっきなんかカルピスを飲もうとしたらめちゃくちゃ腐ってた。これ私の作ろうぜ。これ大丈夫かね。こっちちょっと私の作ろう。あ、そうですね。カルピス、そう、このカルピスちょっと色めっちゃおかしくて、まあ、わかんないわこれだと。ちょっと濁ってんだよね。はい。で、最近ね入ってくれたトーヤです。よろしくお願いします。軽く自己紹介しよう。はい、うん、ホスト始めたばっかりなんですけど、千葉から歌舞伎町の方に来て。おっ、そうですね。うん、まあ今21歳なんですけど、ホストやってみたいなと思って。よいしょー。でルビーに入店しました。これからよろしくお願いします。そうだね、みんなねちょっと可愛がってあげてね。うん、今まで何してたの。だって今までずっと昼食で、うん、高校1年間しか行ってないんですけど、その後からずっと昼食だ。昼食ですね。ずっとカツ屋の仕事とくら寿司の仕事とずっとやってて。あ、めちゃくちゃ。うん、あと2年前の冬あたりから父親が兵庫県で自営業でお寿司屋さんやってるんですけど、そのお寿司屋さんで自分も握って接客してましたね。よう、大将乾杯。大将これ大丈夫かね。こっち大丈夫ですかね。あ、でも緑茶大丈夫。うん、普通にカルピスはやばかったですね。確かにね。え、お寿司とチンチン意味が分かんないよ。本当だ。なんで1年しか行ってないの。1年。ああ、どっち握りたいだって。もうやっぱチンコの方かな。そっちは離せない、右手は。全然不良じゃない。不良って書いてある。不良っぽいか。いや、不良ぽくない、全然。うん、もうすごい、なんだろう、落ち着いて。お、かわいいだって。ありがとうございます。やったじゃん。やった、すごい嬉しい。ちょっとみんな会いに来てね。ちょっとね、うん、見してから。セナじゃ頼りない、どういうことや。どういうことや。いや、めっちゃ頼りある先輩ですよ、本当に。いやいやいや、いつもお世話になってますもん。いいね。じゃあまずね、やっぱこれみんなやっぱどんどん聞いてこ。じゃあまずね、どうしよっかな。なんかこういうホストになりたいとかね。やっぱり、うん、どういうホストになりたいか。有名になって、うん、自分のために会いに来てくれる女の子を、うん、作りたいですね。はい。え、終わりって。なんか、こういうなんか、あの、自分の後輩から尊敬されて、うん、あと優しいなって思ってもらいたいですね、自分は。うんうんうん、なるほど。今はすごい優しい先輩ばっかりで、すごいよくしてもらってるんで。よいしょよいしょ。このこれ言わせてないからね、ちなみに。まあ確かに言わせ、うん、されてないです、本当に。じゃルビー入んないですもんね。確かにね。目標のホスト。目標、あんまホストわかんないでしょ、でも。まだわかんないですね。そう、まだね、全然有名なホスト知らないんだって。うん。むしろ、有名なお店も知らないぐらい。そう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 。なんかいっぱいね、やっぱね、歌舞伎町にはいっぱい有名なホストいるから。そうですね。ホスホス見て、歌舞伎町は知ってたんですけど、この狭い町に今200何店舗あるじゃないですか。そうだね。そんなあるんだみたいな。うん、すごいびっくりして。あ、俺の憧れのホスト、やっぱり俺の顔がかっこいいからっしょ。はい、ちょっとつまんないね。全然。それで何。うん、すごい緊張する。東條さんも知らないでしょ。って東條さん、うん、わかんないですよね。ね、俺の顔がかっこいいからって知らないでしょ。めっちゃ有名な人なんだけど、面白いよ、めっちゃ。なんでルビー選んだの。だってまさにそれ聞きたいね。確かに。うん、ルビーは名前、結構名前でタイミング貸してもらってて、うん、はいはいはい。ルビーってなんか、うん、俺結構宝石系好きなんで、うん、なんか行ってみたいなみたいな感じで。それだけかい。1ヶ月そんなもんだよ。まあ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 、そうだね。
うん。ルビーって名前に、うん、どうぞ。はい、瀬名さんでした。あ、俺も帰る感じね。はい。帰っちゃっていいのかね。ダメですよ。俺一人でやっていけないです、本当に。まだ。いやー、なんかみんな逆になんか聞きたいことないの？うん、トウヤにね。宝石。うん、なんか、どんどん。石好きだからな。キラキラしてるやつ好きだから。初体験いつ？はい。高校1年生の夏です。おーおーおー、まあでもそんぐらいだよね。うん。ちなみに僕はまだ童貞です。よいしょ。絶対よ、はい。セックスがしたくて、性の喜び。内容詳しくて。え、逆にいつです？さんは。俺はね、でも俺も高1ぐらいで、でも、本当に。でもみんなそんなもんじゃない多分ね。中学生ではなんか。うん、でも早い人中学生でしょ。ね。中学生は本当にみんなにえーって言われるんですけど、俺本当に性欲がなくて。うん、おうおうおう、女の子に興味がなかった。別に男に会ったわけじゃないですよ。じゃあマジで性の喜び知らないんだ。じゃあ知らないんだ、ね、じゃあみんなちょっと性の喜び教えてあげないとね、これから。うん、中学は何したの？あ、部活。あ、いいね、部活動。部活は小学校3年生から中学校2年生まで野球をずっとやってて、うん、5年6年野球ってでもかっこいいよね。なんか野球かサッカーとかね、かっこいいよね。さあ、なんかサッカーやってる人はすごいモテるみたいな。めっちゃわかります、うん、それ。野球はなんか坊主でモテないみたいな。そうだね。イメージあります。でもなんか甲子園でやっとモテるみたいな。高校だったらね、モテるよね。まあ高校だったらモテますよね。ね。そういうイメージあります。うん。確かに確かに。マー君レベルいったら多分相当、モテモテだろうな。うん、中3までやらなかったの。坊主嫌い。まあ確かにね。坊主俺も、うん、中学入って、3日目ぐらいからもう、うん、何ミリだろう、 0.1 ミリぐらいもう、うん、マジで今の2日間ヒゲ剃ってないぐらいのヒゲ、うん、短さまで、はい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 、もう真っ白でしたもん頭、スキンヘッドみたいな感じだ。なんで高校やったの？あ、高校は、うん、まあ留年ですね、簡単に言えば。ちゃんとしてなかったの。あ、はい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 、まあね、高校行ってなくてもね、うん、どうにかなるよね。はい、そうであってほしいですね。うん、他になんかないの？みんなどんどん質問を。これ野球の中の字間違ってるからね、これね。、うん、宇宙の中になってるよ、これ。あとで、うん、中学校3年生になった時に、なんか他の部活やってみようってなって、うんうんうん、で、バスケかサッカーかテニスか悩んでて、うんうん、で、テニス部がちょうど俺らの代でその中学校が終わりだったんですよ、うん、だから俺らの代でテニスなくなっちゃうってなって部員が3人しかいなかったんですよ。少なで、ダブルスじゃないですか。うん、1人余っちゃうんですよ。ああ、はいはいはい、ちょっとかわいそうだなと思って俺が言った。なるほどね。秘訣だもんね。あ、で、まあ、好みの女性のタイプ。はい、もう本当に優しい子が大好きです。あ、まあ顔とかじゃないの？やっぱ顔でしょ、やっぱり顔を。顔、芸能人で言ったらこの人だな。芸能人で言ったら、うん、昔からローラが大好きなんですけど。あ、オッケーね。オッケー。オッケー。はい、ローラが好きそうですよ。あれ、もう見るだけで本当癒される。まあ可愛いよね、ローラね。あの、YouTube で、うん、ローラが泣く CM みたいなのがあるんですよ。へー、知らない。あれめっちゃ大好き。あ、そう。田中って俺の本名出すな、こら。俺の本名出すな、こら、ね。はい、田中です。はい。S か M? はい、どっち？完全に M ですね、俺。M なんだ。意外だね。でも、うん、記憶ないぐらいにすごい酔っ払った時には、うん、S に変わるって言われる。ああ、はい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 、はい。ちょい S ぐらい、ね、多分ちょい S ぐらいだと思う。うんうんうん。まあ基本的にどっちかというと M の方なんで。はいはい、らしいですよ、みんなね。M の方っていうのってすごい恥ずかしくないですか、男で。でも可愛いと思うよ。でも最近だってね、可愛い系めっちゃ流行ってるからね。へー、うん。M いいんじゃない？うん。別にならなくてもいいわ。瀬名さんは S ですか？俺はね、どっちだろうね。俺は、俺はね、なんだろうね、どっちだろう、わかんない。うん。でもなんかね、S 層に見えると言われるけど、実際どうなんだろうね。M。なんか、どっちでもないみたいな。うん。S でもないし、M でもないよ、みたいな。ちょっとつまんないね。はい。いやいや、全然。眉毛が不良。俺もそれ今言ったんですけど。まあ、トウヤの眉毛がね、でも綺麗な眉毛してるよね。ねえ。うん。ね、綺麗な眉毛してる。俺やっぱ描かないとね、俺眉毛ないからちょっと。3日前ぐらいに
抜きすぎた感じですね。綺麗だよ、でも。うん。羨ましい。たまにね、言われるんだけどね、なんか眉毛絶対ないでしょとか言われるけど、意外に俺眉毛ちゃんと生えてるからね。みんなね。うん。ここら辺まだ生えてる。だけど、田中は M だろ、田中だぞ、ほら。何なんて書いてあるちょっと漢字読めないわ。あ、爪楊枝だ。ああ。でもかっこよくない、うん、みんな眉毛さ、どういう眉毛好き？あの、太い眉毛とかあるじゃん。太い眉毛か、ちょっと細い眉毛どっちがいい？爪楊枝って眉毛のこと言われちゃってんのかな、うん、そうそうそう。うん。髪上げてる方がイケメンだ。おう。だちょっと、まあ、前髪をね、ちょっと。今日、うん。今日ヘアメアップ、アップバンク的な。そうだね。やってみよう。うん。ボーボーに入った垂れ眉がいい。あ、そう。もうボーボーがやっぱいいんだ。なるほどね。何？髪型変えよう。どっちの？俺の？俺よく言われる、ちょっとね。俺も変えよう。何その前髪型みたいな。今これで見たらなんかすごい色してるの。なんかもっと落ち着いた髪の色したい。黒にしたらちょっとね。ちなみにこれ初めて美容室で染めたんですよね、髪の毛。うんうん。みんな何色似合うと思う？逆に。確かに。うん。トウヤ何色がいいと思う？二人とも変えよう。あ、はいはいはい。変えましょう。ね。じゃあ一緒に変えましょう。俺でもちょっと単発にしたいんだよね、ちょっとね。俺は逆に伸ばしたいですね。ああ。ね、ちょっと、でも単発似合う人ってかっこよくない？リーゼントがいいよって書いてあるけど。まあ新しいよね。リーゼントホストね。リーゼント今のネオホスとかね、色ホスとか、ね、あるけど。やっぱ、うん。リーゼントホストね。うん、かっこいいと思う、逆にね。うん、リーホス。リーホスだ。リーホス。でもなんか、流行るから、ね。はい、流行る、流行るです。ねえ、一番最初もしかしたらね、こんなヤンキーみたいなね、確かに、かっこいいかもね。寝起き、寝起きじゃないですよね。寝起きではないね。2時間前ぐらいに、うん、そうだね。うん、あの起こしてもらった。ちょっとね、見た目はすごく田舎のヤンキー感あるよね。あ、そう。そんなでもヤンキー顔ではないでしょ。でも、うん、ヤンキー顔じゃないと思う、ね、眉毛のせいかな。眉毛だね、多分ね。眉毛そんなに細いですか、うん、そのジャージドンキーワロス。ドンキじゃない。これはロワーだよ、ロワー。そもそもこれジャージじゃないです。うん、パーカーです。すいません。みんなロワーって知ってる？あの銃のやつね。うん、これロワーの服だよ。これは本当に。うん、まあ、今、だからすごい気に入ってるんですけど、うん、酔っ払った勢いで買っちゃって、買った記憶がないんですよ。友達に聞いたんですけど、うん、酔っ払った勢いで、お店入ってって、これすごいかっこいいって言って、そのノリで買っちゃったみたいな。なるほどね。何 HG って。レーザーラモン？俺がコーディネ、俺結構ね、センス悪いのよ、本当に。うん。昔からだけど、すごいみんなになんか、なんでその服買ったのとかすごい言われる。あ、でも俺もそれ言われますね。ね。俺はセンスが本当にでもない。だから俺多分コーディネートしたら多分もっと大変なことになっちゃうから。うん。やめよう。てか HG って何なの？そもそも。それ聞きたいですね。昭和のロッカーみたいに誰が、おい、こら。昭和っぽいこれ、嘘でしょ？え、これでもうちのね、マニモさんからもらったね、かわいいやつだよ、うん、昭和じゃないよ。何？ハゲてるのが悪いんかも。どういうことや。誰がハゲや、こら。確かに最近俺本当に毛薄いんだよね。いや、俺もですね。やばい。入った時からずっと言ってますけど、うん、前髪がどっか行っちゃったんですよ。ちょっと紛失しちゃったね。帰ってきてほしい。ちょっとね、紛失しちゃったわ。ちょっと警察に紛失届け出してた。どんぐらいだろう。前髪。本当に。だから、その関係もあって、本当に、あげたいんですよ、うん、俺も。前髪を。ああ、はいはい。まあ、そうだね、伸びるまではね、やっぱ、短いからね、あげた方がいいかもね。もしかしたらね。あげよう。俺逆に何ていうの、俺の結構あれって M になってるからさ、わかるよ。だから前髪とか上げちゃったらその M が際立つんだよね。はい。たまにオールバックとかね、酔っ払ってね、するんだけど、すげえハゲ目立つよね、うん。あ、ここが M になるんですか？そう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 。もうベジータって感じ、マジ。イケメンでしょ。野球部の時いましたね。いたでしょ。めっちゃ M。うん、そうそうそう。そんな感じ。M くんって呼んでたっすもん。いや、やだな。やだな。そう。だみんなこれからベジータって呼んで俺のこと。うん。カカロットっていうから。はい、つまんない ね, ね。はい。いやー。ベジータ、でもベジータのかっこいいな。ん？卵？笑いよ、ベジータ。どういうことだよ。どういうことだよ。ベジータ俺だからね、ちなみに。わらす、わらす、わらす。
なんか他ないの、なんか質問。俺はスーパーベジータだ、これ絶対キャストでしょ、これ。ねえ、俺はスーパーベジータ、これ絶対キャストでしょ。何、初戦に今どういうことだよ。敗北、どういうことだよ。どういうこと、みんなちょっとよくわかんない。ベジータって負けましたっけ、ちなみに。知らない。俺あんまりドラゴンボール見ないから。知ってるとこと知らないとこがあって。うん。カカロットルには勝てない。カカがちょっとあの、ね、ひらがなになっちゃってる。ほんとだ。ああ、なんかみんな他になんかもう聞きたいこと言おうぜ。態度だけ言っちゃおう。確かにね。うん。でもみんなベジータ好きじゃない？でも女の子結構。ああいうなんかね、オラオラ系みたいな。ああ。うん、あれがでもモテそう。ゴテン。誰それ？え、ゴテンっているじゃない。どういうの？カカロットの子供。知らない。あ、マジですか？え、ゴテンなの？ご飯じゃなくて？あれ、ゴテン。ゴテンは違うでしょ？だって、カカロットの。でもゴテンっているじゃない。ゴテン、あの、かわいい。悟空、あれ？悟空の子供がご飯でしょ？でしょ？で、ご飯の子供がご飯。ご飯の子供がゴテンなのか。はいはい。まあ、ベジータおらえだね、ね。やばいでしょ、ほんとに。ベジータ。ベジータがホスだったら多分ね、やばいよね。うん、怒らせたら終わりみたいな。確かに。スーパーサイヤ人になるからね。あ、はい。あと CM です。はい。どうぞ。はい。なんでうちを選んでくれたの？月給26万3ヶ月サポート。新人でも出勤7時から3ヶ月に1回旅行付き。忙しすぎて人が足りないけど明日から来れるか。はい、君たちやっぱりロビジリだな。ノビジュリの CM 代、そんなこと言っちゃダメだよ。ね、有名店よ、ノビジュリは。うん、あ、そうなんですか。うん、もうそれも知らない。めっちゃ有名店。パチパチ、はい。有名店って知ってるとこは、さすがにエアーとかは聞いたことあったんですけど。あー、はいはい。職業、イケメン、うん、はい。あ、それが、それですか。そう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 。ね、職業、よくよく考えたらね、職業イケメンって何やって話だけどね。ちょっと中二病っぽいよね。確かに。え、その、さっき言ってた、東條さんも。うん。東條さんは違うよ。あ、そうなの。うん。セナの職業は何？俺の職業はね、はい。俺の職業は、電車の中で、キチガイになることです。はい。マジですか？パチパチ。でも、電車、いろんな人いますよね。そんなことないでしょ。いや、でも。みんな、電車の中でキチガイに会ったことある？ちなみに。ないでしょ、そんなに。俺一回もないわ。え、本当ですか？うん。俺めっちゃありますけどね。あ、そう。あんまり言わない方がいいのかもしれないですけど。印象悪いんですよ。俺が悪いわけじゃないですけど。でもいきなり泣き始めちゃう子とか、独り言ずっと喋ってる子とかいないですか？あ、独り言喋ってるやつはいるよね、たまにね。いますよね。どうしたのって、ね、なっちゃうけど。うん。いやー。もうすぐだ、そうだ、みんなもうすぐクリスマスだね。本当ですね。ね、本当に。今日何日？今日 20？ 今
や、23じゃないですか。 23? 今23ですってか、もう明日。嘘でしょ、明日もうクリスマスだよ。あと6時間で、うわクリスマスだわ本当に。うん、ちょっとどうしよう、クリスマスね、一人ぼっちのクリスマスですよ本当に。いや完全に一人ぼっちのクリスマスですね。ね、うるさいねんって、うん、ごめんなさいね今日は天皇誕生日、あ、そうなんだ。そうなのみたいです。え、嘘でしょ。え、本当にそうなんじゃないですか。俺はあんまそういう祝日に詳しくないんですよ。はいはい、クリぼっち本当だよ。みんな何すんのクリスマスはね。本当でもクリスマスはね、クラブルビーにね、うん、そうだね、みんなでね、ワイワイしようよ、クリスマス。ワイワイしたいですね。ね、なんかもう、寂しさを忘れるぐらいワイワイしたいですね。そうだね、みんなと一緒にいればね、うん、怖くない、はい、寂しいのも。サンタになろうかな。え、天皇の誕生日、武道館でライブだって、どういうの、どういうこと。天皇の誕生日、え、今日ですよね。あ、江戸サンタいいよね、あの、ちょっとミニスカとかさ、うん、かわいいよね。渋谷とかいっぱいいそうなイメージ。ああ、はい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 。いや、いいね、サンタ、女の子のサンタさん、かわいいよね。うん、確かに。それこそ電車とか結構いそうじゃないですか、今。うんうんうん、ちょ、みんなコスプレするの、サンタの。どうなんだろう、ちょっとみんな、サンタのコスプレして、クラブルビーにね、うん、プレゼントは現金でお願いします待ってます、うん、女装サンタ、いやちょっとね、あれでしょうね、女装はね、もうちょっとね、いいや、現金、現金、やっぱ女の子のプレゼントは現金でしょ、やっぱりね。何これ、なんていうのこれ、何、尿、これなんていうのこれ、ごめんね、ちょっとあのなんか漢字読めないからさ、俺。女装、女装っていうのこれ、女装、いや、漢字がちょっと女装な、女装ってどういうこと、女装散歩ってどういうこと、あれじゃないですか、そういう意味。ごめんなさい、ちょっとバカだから。旅館にいる人みたいな。あ、そうなの。いや、わかんない。あ、おかみ、ちょっとどういうこと。はい、現金ちょうだい。はい、逆にください、現金ね。うん、お、でも合ってた、ほら合ってますね、おかみだ、おかみです、ね、はい、あれでおかみってますね、俺バカちゃんだからちょっとわかんないやん。ああ、いや、マジ緑茶復活するわ。全部やらしちゃって。ああ、いい、全然、そんなね、いいんですよ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 。今日はあのノンアル、本当に気持ち入れておきます。うん、ありがとうよいしょ、復活。うん、何、またベジータの話ベジータ美味しいか。うん、緑茶美味しいね。みんなあれ、緑茶とジャスミンだったらどっちが好きなんだろう、女の子。やっぱジャスミン、どっちだ、ちなみに。俺は完全に緑茶ですね。緑茶だ。俺もでも緑茶かな。緑茶飲むきっかけになったのが、うん、まあ、母親が結構、野菜食えっていうのを昔から言うやつで、うんうんうん、言うやつでってなんか、悪いこと言ってるけど、まあ言う人で、うん、で、なんか、俺すごいすぐ口内炎ができちゃうんですよ。うんうんうん、で、なんか緑茶はとりあえず毎日飲むのがいいよって言われて、うん、そっからずっと、うんうん、なるほどね、ずっと緑茶だ。朝野菜ジュースで飲むときはなるべく緑茶みたいな生活を、うんうん、いい、なるべくですけど、いいね、やってますね。ちょっとコカレロってもうちょっとお酒入ってるよ、うん、ジャスミンか緑茶、しかも昆布茶、あ、昆布茶もいいよね。昆布茶って飲んだことないですか。美味しいよ、さ、めっちゃ二日酔いの時にあの梅昆布茶とかいいよね。梅昆布茶か、ね、梅苦手だから、すごい、あ、そっか、いったもんね梅昆布茶マジ復活する、本当に。うん、あとしじみラーメン、そう、しじみラーメンとかね、それ食べてみたいですよね。あのマジ、ねこれね、うん、なんかね、どうなんだろう、俺でもしじみラーメンあんま好きじゃないんだよね、なんかみんなしらくの時に食ったことあるしじみラーメン。いや本当に、なんかその飲み終わってから食べるとめちゃくちゃ美味しいのよ、さっぱりしてて、はい、でもしらくの時に行ったらなんかクソまずいのよ。そうなんですか。うん、なんかこれみんなわかんないかな、うん、俺だけかな。でも一回行ってみたいですね。昨日したんですよね、そのしじみラーメン。はい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 、二日酔い予防みたいな。うんうん、しじみはいいよね、やっぱね。うん、しじみ汁とかね、お味噌汁いいよね。あ、って言いますよね、やっぱ二日酔いの時には。
潰れた時すごい豚汁飲みたくなります。豚汁重たくない豚汁って重たくない、うん、ちょっともっとなんか軽いやつのが、あのけんちん汁とかすごいいいよね。あーなんかさっぱり系ですか、うん、さっぱり系、うんね、やっぱがっつりだよねね、豚汁は結構がっつりでしょ。うん、普通にカップラーメンとか食べますけどね。あの逆にね、酔っ払って、うん、まあホスト始める前ですけど、うん、友達とすごい飲み行った後は、うん、自分らの中では、うん、カップヌードルのなんか、うん、チーズカレー味っていうのがあったんですよ。知らない。それをなんか食べるのがすごい流行ってましたね。あ、美味しそうだね。結構ガッツリ食べれますね。はいはい、払った後でも。カップヌードルだと何が好き？ちなみに俺はあのやっぱシーフードにマヨネーズはめちゃくちゃ入れるっていう。これみんな知ってるかな？知ってる人たまにいるのよ。あ、そうなんですか。うん、知ってる。みんなあのシーフードにマヨネーズ入れるとすごい美味しいみたいな。これ今度みんなやった方がいいよ。うん、意外と。じゃあ俺は瀬名さんに作ってもらいます。あ、誰でも作れるけど、うん、そうそう、マヨネーズ本当に美味しい。なんかね、めっちゃまろやかなんだね。まあでも味覚確かにね、昔からやばいって言われてる。あ、そうなんですか。うん、俺本当にあのもうレモンが大好きすぎて、本当に、うん、そのまま食べちゃうみたいな感じ。そうそうそう、もう全部そのままでもレモンも食えるみたいな。へ、何に関してもレモンをとりあえず俺かけちゃうのよ。本当にそんぐらいレモン大好き。本当にすげえ。うん、でも何でも意外と合いますよね、レモンって。そうだね、本当にフレッシュレモンになりたいのでね。知ってる？わかんないです。ミオリンね、ローラかと思ってた。ローラこんなことやんないでしょ。あ、もう早いね、1分前だわ。本当だ、早い、うん、今日早かったね。ちょ、みんなね、本当にこれからね、よろしくお願いね。緊張してましたけど、うん、してますけど、うん、また何回か出ます。そうだね、慣れていって、うん、ちょっとヘルプとかでもね、あの仲良くしてあげてね、みんなね。成長していくんで、うん、よろしくお願いします。いい子だからね。はい、うん。ちょっと俺も優しくしてね、みんなね。うん。田中とか言うなよ。はい。うん。ああ。パチパチ。いやー。じゃあ、あとはね、クリスマス。うん。みんな、ルビーね、お待ちしております。楽しみしてます。うん。なんでね、1時間でもね、みんなほんと来てくれたらね、はい。嬉しいです。うん、よし。すげえ、こんなんでるんだよ。うん。じゃあまたね、来週。バイバーイ。また来週来ます。じゃあね。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにすがる。何回目を錯覚だ。笑って先まで使い込んだ仮面をやめ楽だに紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で僕らはこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。